い、青春オーバーランです。はい、田口でーす。はい、マシコでーす。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、はい、バナナなんですよね。おや。はい、ということでね、せっかくなんでね、来てみましたけどね。おや。こないだね、のりちゃんと、イケネコさん。おや。夫妻から送られてきた、韓国の辛いやつあったじゃない。お、あったな。これと、これと、おう。これ。全部辛いんだ。全部辛いやつ。しかも前も食べさせていただいたんですけど、それの2倍の辛さのやつがこっちとこっち書いてある2倍って、あ、これとこれ、これだ、こっちだ、うん、2倍、それをね、作って食べようよって話なんですよ。おいえで、お、食べようよ、食べよう、うん、食べよう食べよう、おう、ということでね、もうね、実は作ってあるんですよ。おう、ほらほらほら、まずこちらがカップの、カップのプルタックポックンビョン、これが2倍のね、汁なしの方だよな、ヘルの、うん、ヘルヘルのやつ、ヘルプルタックポックンビョン、ポックンビョン、でこれがスープのやつだね、汁があるやつ、あちゃ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 、でおや、まあ食べていきましょうよ。おーやー、頑張ります。はい、はい、ということでね、お、まずこのカップのやつからな、だな、チーズから、どっちからいく、マシュマロからでいいよ、もう持ってんだから、あ、そっか。じゃあもう、俺がまた、やべ、予想外に開け、もう無理だ、熱い、食えないこれじゃ。いただきます。おや、赤いもん、じゃあまずいただきます。おや、重いな、いくね。メガネ曇ってるけど大丈夫、いったー、マジで、これでもう痛いの、俺も行きます、痛い、マジやばいよ、マジで、あのね、うん、辛みは変わってない、チーズの味がするだけ。いただきます。全然変わらん、うん、相変わらずだな、俺これ平気だ、やっぱり、あ、痛い、うん、でも平気だ、2倍 ?2 倍いってみる？じゃあ俺次2倍いってみるよ。2倍はね、こうね、袋だったんで作りました。はい、これ絶対やばいって、うん、はあ、汗が辛い、それ大丈夫かな、あ、全然わかんない、もう舌が死んでる。いただきます、もう一回、あー痛い、どう、2倍、いや、わかんない、もうわかんない、こうなるとここまで辛いと全然わかんないや、ちょっと麺がこっちの方が太いかな、そうね、いただきます。誰だよ、また水なしで始めたやつ、あとがね、こっちの方が来る、あーあーあーあああ、これ、あの麺が太いから一瞬まやかしがここに来るんだよ、そう、まやかされんの、うわ、これ後から来る、うわ、これすっごいの、最初全然平気なのに後からグーって来るの、これもう汗かいてる、もう俺も汗だくだよ。じゃあこれ次、このスープのやつ行きたいと思います。それ怖いわ、これね、上になんか香草っぽいのが乗ってんだよね、赤いじゃん、だってしかもこれ結構太めあ、太めんだ、すごい徐々に太くなっていくね、すごい太め、熱い熱い、これやばいでしょ、これ俺一番やばそうな気がするんだよ、俺、うん、もう顔汗だくだけどね、うん、頑張ります、いただきます。ラーメン食うとき邪魔なんだよな、髪の毛なんか。あー、熱い、痛い、苦しい、熱い、ね、どう、あー、もうこれ熱いの、熱いの、熱いの、熱い、辛いの、あ、もうこれやばい、これ俺一番辛いと思う、マジで、あ、攻撃力は一番高い、いくよ、
個モアンカすごくない？あ、これ痛い痛いよ、ね、あ、これ痛いこれある意味デッソすごいだよね。これ痛い麺太まだこっちのは食えるでしょ、辛さ的に。これね、なんだろう、多分どん兵衛系の麺だよな、これな。でもまあまあ太さ的にはね、うん、太さ的にはどん兵衛的な感じ。痛い、あ、痛い、ひげ剃った後も痛い。あどう汁うまいよ。あ、本当に？ふざけんなよ、カレーよ、バカ。うまいよって言った後、口が閉じなかった。出汁がすごい効いてんの、魚介系の。うまいの。うまいの。でも、うまいの。ぐーって込み上げてくる辛さ。あのね、リアクションがどうのこうのじゃないの。今日本当に唇が熱いの。多分これ風邪ひいた時に食っちゃいけないやつだと思うの。でも元気になりそうな味ではあるね、うん、どれが一番美味しいかな。俺でもこれ好きだよ。これ美味しいんだよ。これ好き俺これかもしんない、一番好きなの。これうまいね。あのね、カップよりこっちのね袋麺の方が全然うまいのよ、うん、これさ、これ食った後うまいな。うまいうまいけど、麺がちょっとこっちと比べて美味しくなくない？あ、ボソボソして、ボソボソして、こっちの方が全然プリプリでうまいんだよ、うん、麺一番うまいこれ、うん、チーズなくてもいいかもね、これ、うん、この袋の方は、これは2倍だけど美味しいです、めちゃくちゃ。これは確かにうまいのよ、麺もうまいし、うん、うまいの、スープも、うん、ただ、地獄これは地獄。完食です。マシコノルマ達成です、一応。まあ、ほとんどカトッチが食べてくれたんだけどね。行くよ。おう、あるよ。おう、食った。俺さ、お、正直言っていい、お、今までの結果で一番きつかった、この3品。辛かった。これきつい。ちょっとこれ悪魔だよ、悪魔。これすごいわ。うん、あ、でもこれはなんだろう、おいしい、豚肉とか入れれば本当にそのまま普通にうまいかも。でもね、これはね、美味しいんだけど、全部ね、美味しいの。そう、全部美味しい、本当にうまいの、これ全部うまいんだけど、辛さが尋常じゃないんだよね。これは汗が尋常じゃないの、今本当にビッターで出てるの、汗が。ビッターだね。汗バンタン入りまーすって感じ。そうジャボ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 って俺たちの出汁が出てる。はよ、はい、ということでね、おや、いや、今回もありがとうございます。いいネタでした。おやい、だけどね、あのね、今までの激辛史上一番きつい。きついな、やっぱ汁物きついな。これデスソース入れたら最悪死ぬぞ。死ぬね、マジでやめて。本当に死にかれるレベル。出る、うん、もうね、あの、今まで結構食べてきました、僕たち。おーや、今までいっぱい食べてきました。おお、考えられないレベルです。辛い、はい、これ3つ一気にやるもんじゃなかったね。え、順を追ってやるべきだった。これ辛さレベル7、8、9です。これにデスソース入れたものが10でしょうね。だろうな。はい、ということでね、今日も頑張ってやりましたけど、もう胃が痛いのでやめたいと思います。はい、ということで、以上、セショウマーランでした。またねー。